はい、ありがとうございました。それでは失礼します。今日は忙しいね。嬉しくなっちゃう。私はやるか、何でもやる気、仕事が生きがい。さっきの答え、あれでよかったのかな。彼はネガティ、ずっと何か心配してる。データ通り、間違いないわ。彼女は肩身、頼りになる頭脳派って感じ。ヘイ、レッツゴーレッツゴー。うだうだ言ってないでどんどん行こう。またせっかちなこと言ってる。彼はラッシュ。あー、茶柱だ。そうそう、この子はゆるあん。みんなを落ち着かせる大切な存在なの。私たちは一つのチーム。みんなで協力し合って働いてるの。新しい声が到着しました。音声切り替えます。孫の誕生日だから今すぐメッセージ送りたいんだけど、アプリの使い方がわからないんです。解析結果が出ました。このアプリはサポートリストに載っていません。アプリ会社を案内することを推奨します。やり、楽勝楽勝。会長会長。そうね、 AI の提案通り。直接会えないからメッセージぐらいは今すぐ送りたくて。本当にそれでいいのかな。だかよ。何言ってるの、それ以外ないでしょ。そうだけど、吉岡さん、今すぐメッセージを送りたいって。アプリの使い方はアプリ会社に聞いてもらう。どこも間違ってないわ。AI もそう提案してるのよ。そうだけど。何？ねえ、私たちで何とかできないかな。どういうこと？アプリ会社を案内するんじゃなくて、私たちで解決するの。ダメよ、そんなのありえないわ。もう私は協力できない。お客様がお待ちです。答えを急ぎましょう。どうしようどうしよう、どうすればいいかな。もうやるしかないでしょ。とりあえずアプリの名前は24メッセ。どんなアプリ。もうメッセージアプリなんてどれも同じでしょ。いや、これ UI から全然違うよ。どうすんの。あ、わかんない。もういい。これは遊びじゃないんだよ。俺たちは働いてるんだよ。そうよ、私たちはまさにこういう問題を解決するために働いてるの。頑張りして、今頑張りして。やっぱ頑張れ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 。これ、そのアプリのマニュアル。私使い方分かったよ。これで解決。これで吉岡さんを助けられるはずです。素晴らしい回答が出ました。この答えを声にします。大切な誕生日ですもんね。まずアプリを立ち上げたら、右上のログインから ID とパスワードを入力してください。これで孫にメッセージが送れるわ。あなたと話せてよかった。ありがとう。Yeah!